い、皆さんこんにちは。ケワイシヒデこと池端秀幸です。手ペンの持ち方、両手使い、右で書くだけではなく左で書いたりペンの持ち方によって変わるということですね。まあ、よくお話してるんですけど、まあ、メイクアーティストのプロのメイクアーティストもよくやるこの8の無限大の形ってありますね。この手首をこういうふうにしなやかに返す練習、これね、暇があるごとにやっといたらいいと思います。これメイクをするだけじゃなくて、いろんなそのお箸を持ったりですとか、いろんなこの細かい作業をするときに、この結構この手の手首のこの返しっていうのは非常に大事になってきます。よくマナーのね、教室なんかであると思うんですけども、トイレどちらですか、あっちです、あっちですって、これ結構すごくね、ストレートにこう手を動かすとですね、なんかこう冷たい感じしますが、結局この8のこのラウンドっていうんですけど、この柔らかいこの仕草ですね、トイレどちらでしょうか、あちらですみたいな感じね、こういう感じの手首の返し方、これは実はペンを持った時にこう持ったりとかこう返したりとかできるわけですね。これよくチークブラシなんかでもそうですが、こう入れたりこう入れたりっていうこの手首の返し方ですね、いろんな方向にこう持っていけたりします。左手で書くっていう練習も僕はこれ右利きの方でもですね、左手で書いていく練習をしていただくと、非常にですね、最初はちょっと戸惑うと思うんですが、これすごく脳のリハビリになっていいんですね。でしかもだんだん慣れてくると、右も左も両方こうできるようになってきます。それからやっぱり左手の方がタッチが柔らかくなりますんで、右利きでしっかり書くよりか左手で柔らかく書いていくっていう、こういう練習も実はですね、力まないでいいんですね。まあ、そういったちょっとこうリハビリ的な、ね、脳を刺激するようなメイクの練習もしてみてください。いいと思います。はい、はい、今日も見ていただきましてありがとうございました。この動画良かったなと思う方は高評価、それからチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ありがとうございました。